俺は匠2位とやりてやことが見つからんだけだがや。たくみ役を演じました。戸松遥です、えー、今回えー、恐縮ながらこう。主役の匠くんをやらせていただきまして、えー、しかも名古屋がまあ、舞台というか、名古屋弁が結構キーになる言葉だったんですけど、いや。なんかあのー、普段この仕事やってても関西弁とかは結構。 多いんですけど名古屋弁ってなかなか実はあまりピックアップされがちじゃないされないがちみたいな感じの,あの方言ででもあの今回この「猫企画」さんの,あのお話をいただいてどんな企画なんだろうとちょっとワクワクドキドキしていたんですけれどもあの台本を見て改めて自分が愛知県出身でよかったなと、えー、心から思いました。えーね、名古屋の方 ね、愛知の方とかがこう見ていただいたらなんかよりあの親近感というか、ね、そういうものも湧くかなとも思いますし、えー、そうじゃない、ね、地方の方とかは、えー「これが名古屋弁なんだ」みたいな、まあ、ちょっとプラスね猫要素も入れて結構「何人ぬんぬねんの,の部分ちょっと「にゃにん,にんにんにんの」みたいな感じでこうあのよりねちょっと猫感も入れた上での名古屋弁にはなってるんですけどなんかそのこの企画ならではのねあのパロディーもたくさん 入っていたりして、かなりあの内容充実しておりますので、ぜひね何度でも見ていただけたらなと思います。とっても楽しかったです。ありがとうございました。ネオカル